皆様こんにちは。今回は Android 6.0 以降の共有機能ダイレクトシェアについて解説させていただきます。ダイレクトシェアは Android 6.0 以降で利用できる進化した共有機能です。アプリの共有機能からコンテンツなどを共有する場合、これまでは共有アプリを指定してから共有を行う仕様となっていたのですが、ダイレクトシェアでは最近連絡を取り合ったユーザーと連絡を取り合ったアプリアイコンが上部に表示され、ユーザーを指定することでダイレクトに共有を行うことができます。これによりこれまでよりも共有作業が短縮され、簡単に共有を行うことができるわけです。もちろんこれまで通りアプリを指定した共有を行うことも可能です。ただしダイレクトシェアはアプリ側も対応している必要があるので、ダイレクトシェアに対応していないアプリではこれまで通りアプリを指定した共有のみとなります。このほかダイレクトシェアは最近連絡を取り合ったユーザーだけでなく、連絡先アプリでお気に入りにしている連絡先も優先して表示されるようになります。ダイレクトシェアはユーザーが特に意識することなく、これまでよりも簡単に共有を行うことができる機能です。ただし連絡先アプリでのお気に入りも反映されるので、重要な連絡先などをお気に入り登録して活用してみてください。以上、 Android 6.0 以降の共有機能ダイレクトシェアについての解説でした。